店舗さんに着きました。未成年の皆さんは大人になったら来てください。よろしくお願いします。間違いない。間違いない。てつきました。やばい、逆光とか何にも見えないカメラ。つきました。え、ご飯屋さん。これサムネにしよう。シミユさんってババババンビじゃね。私も思った。めぐりさんの隣にあるから大丈夫っすかこれ。はい、サムネになります。これはということで、今日はイベント頑張ります。はい、おー、じゃん、店舗さんに来ました。イエーイ。めっちゃついて嬉しかったことがあって、私 YouTube でとあと TikTok の配信でこれが好きって喋ってたんですよ。それを見て用意してくださってて、店舗さんがこんなに嬉しいことはない。 YouTube とかを見てチェックして用意してくれてました。ありがたいです。これ本当美味しいの、美味しいのこれ本当に。じゃあもうちょっと もやしの量を増やしてほしい。セブンイレブン関係者の人がいたら、もやしの量ちょっと増やしてもらえたら嬉しいです。いいじゃん、もやしくらいだって。おもろいなそれ。うん、もやしの量ちょっと増やしてほしい。でさっき店舗さんからもらったものが、いただいたものがあってご紹介しました。ここにスプレー置いてんの、あの店舗さんの店員さんの名簿が、お名前がここに写っちゃうからで、ここに置かせてもらってます。まず一つ目は、まず一つ目はこう、もうさ、この文字だけで面白いと思うんだけど、ほらみんな、じゃん、カレーを店舗さんが作ってるらしくて、すごいよね。どうして店舗さんが作ってるんだろう。というのも、ここに書いてあります。群馬県発祥の利根書店は、2022年2月14日に発売した絶倫カレーがテレビで話題になったことで、ユニークな絶倫食への需要があると判断し、本格的に絶倫食品の研究開発プロジェクトが始動しました。プロジェクト名は、絶倫食品研究所。なんか、タイトルみたい。で、絶倫食品のブランド名として使用します。絶倫カレーシリーズや絶倫コーヒーは、ユニークなプレゼントや景品、バーベキューや忘年会などでみんなで盛り上がれます。との説明が書いてあります。はい。残念ながら小籔ちゃん食えないんですけど、お気持ちを受け取って、みんなにこれで紹介して、ぜひ皆さん、利根書店さんに来た時は、ぜひこれをご購入していただいて、小籔ちゃんに味のほどと効果のほどを、おすすめしてください。なんか地味にうちのオタクはちょっと、あの早いことを気にしてるオタクが多いので、ぜひこれで、ね、ぜひねゲットして皆さん教えてください。なんかコーヒーもね、コーヒーもございますので、コーヒーもほらアルニギン入り、なんかこれあれね、男優さんとかが撮ってるやつだよね、入りなんで、ぜひぜひ皆さんゲットしてみてください。はい、ということでご紹介でした、いただきました。はい、面白いですね。おもろいもん、もうあ、ここに置いとこう。あ、ここに、こうしとこう。やばい。ねえ、あのさ、ここのさ、横の髪をさ増やしたいんだけど、どう思う？増やすの？どう思う？え、別にここの短いのは残したままで、サイドにもうちょっと太い長いやつ。全然いいんじゃないですか、それ。のを作りたいんだけど、どう思う？え、あのさ、キュルリーでしてみたら、逃げ水アムちゃん。出た、出ました。髪型。アムさん。アムちゃんのさ、はい、の横サイドバングみたいな感じにしたいの。なるほど。
最近のインスタで何か載ってるんですか？インスタも載ってるかな。いつもその髪あれだよ、サイドバンド、サイドの、サイド編集、全然いいと思うこれ。でも可愛いねって思って。キキミツアメさん可愛いね。アメちゃんね、ソソともコラボしてますしね。またコラボしてるよ、コラボするよね。また前髪作ろう。ちなみにイベントは1時から1時からです。なんだけど、ただいまの時刻は11時45分です。渋滞してなくて思いのほか早く着きすぎた。あと1時間は寝れました。ピエン、細い癖をなくしちゃうから。今太い癖しかなくて、太い癖で前髪頑張って毎日作ってるんで私。細い癖を皆さん毎月細い癖を100均で毎月癖がかりぜひ求めてます。毎月すぐなくすんで、100均の癖がかり誰か。細いあの先が細くなってるやつ、毎すぐなくす。きなピショニャこれ。よし、これはファンの方から、これ私のことが大好きでたまらないファンの方からいただいたやつでございます。ね、え、130度って温度低いな。ちょっともうちょっと上げよう。全然カールつかなかった。130度、私の髪にちょっと。めっちゃ高いやつを使ってたんだけど、なくしちゃったんだよね。どこに置いてきたんだろう私。ということで、プレゼントしてもらったのを使ってます。これ海外対応だけどさ、香港来月持ってくのにさ、返還いらないのかな。香港返還、返還いる。自分で部屋見せなきゃいけないからさ。うん、でこれ海外対応いるわ。いる？うわだるーい。変換買わなきゃじゃんじゃん。だるーい。ドンキ行かなきゃ。買っときます。だるーい。変換はいるわ、いるわ。よかった今聞いといて。タイの時はさ、私が自分でメイクするわけじゃないからさ、別に私は何も考えずにいたんだけどさ、変換とかさ、特にそのヘアアイロンとかに関しては。海外対応のやつでもダメなの？海外対応の何ですか？これ、アイロン。むしろ大丈夫でしょ。ほんと？でもあれは絶対、その変換が あの、あれか、変コンセントの形か。うん、そうそう。じゃあこんなに時間があると思ってこなかったから、なんだかんだ本当は車の中でメイクする気満々でいたんだけど、早起きして家でメイクしてきたんだよね。車の中で髪の毛もやったし、なんなら、うん、なのに想像より全然。どっちかに分けたいの髪の毛。なのに全然。すごく目立つこの色味。私より目立ってる。小麦がね、ダメなので食べれない分、ね、いただいたのをアピールしておきますよ。
本当にまだ時間があって、私はなんなら YouTube を2本アップロードしたし、今もこうして YouTube を撮るくらいには時間に余裕があります。前髪を作ってます。イベントがね、こっから毎週あるから、ほんと髪型どうしようっていう感じ。それなんですよ。だからここを増やしたいの。うんうんうん。いや、水着だとさ、ここは少ない方がさ可愛いと思うんだけど、アイドル衣装着た時にさ、あ、まあね、ここが多い方が可愛いなって私は思ったの。ね、やばい、このスプレーもなんか中身ほとんど入ってないんだけど、買わなきゃ。これ私の非常時用のスプレーなんだけど、なくなった時用のスプレーなんだけど、これもないよ中に。ポーチ。よし。インデね。インデないですか。ってことでこれは香港にも持っていこう。あだまし。こうしてみんなからプレゼントを消費している、消費って言い方よくない、使っていますよ。ちゃんと服も着てるしね、みんなからもらった服。まずできてる。今日のカバンもいただいたもらうやつだし、ファンの人から。イエイ。あとはね、見て、あーあごまかし、ワンかわいゆです。来た時に置いてありました。めっちゃウェルカムされてる、嬉しい。ウェルカム。え、これ様のでもいいな。うん、まあいいや。かわいい。これ様でいいかな。これでしょ。はい、サムネ撮影タイムでした。個別でね、別にサムネ撮ればいいのにね、めんどくさすぎてサムネを動画の中から作るっていうね。あ、ごめんごめん、ことを言いつもしてる。ドジャースとヤンキースの話、すいません。別に話しかけてない。自家嬢。自家嬢。話しかけてない。話しかけてないね。うん。びっくりした今。こんな感じの会話をいつもしてますよ、マネージャーと。はい、仲良くなったもんだ。食べなくて大丈夫なのっていうか。うん、だってあれ飲んだし、あれね、そう、うん、確かに。でお腹空いてる私可愛いと思うんだよ。うん、
こっから先でも全然食べれないかもしれない。いや、そんなことはないね。誰かしらお菓子を持ってくるから。あ、それはね、あ、そういう、いや、それをカウントしていいんだったら、まあまあまあ、誰かしらお菓子を持ってくるから、お腹が空いた瞬間に食べたい始まるか。イベント中に食べるから。自由人なまで食べ。え、今日前髪がめっちゃ可愛い。前髪自分で切った割にマジで上手。ねえ、そう、ビビアンより今髪長いんだよね、私。あの子だって長いわよ。でもビビ一回切ったらしくて。あ、そうなの。そう、毛先。今、ビビより長い状態になっちゃって、でも私もうちょっと伸ばして、年末年明けくらいまで伸ばして、一回その後切るかなみたいな。年明けで一回切るかな。うん。うん、うん。その前に、11月の頭に、美容室に行って、トリートメントと、あとサイドバンでもうちょっと作ってもらうとかするかな。約半年以上ぶりにトリートメント、髪質改善トリートメントしてもらってくる。毛先がね、もう茶色いんだよ結構。毛先がね、あとこの辺も結構茶色くて、あの熱通してるからアイロンで結構茶色くなってて、髪質改善行く。やばい、これだけで15分も長回ししてる私。ってことで本日イベント頑張ります。バイバイ。トレソテンさん、深谷店様でのイベントありがとうございました。ふっかちゃんというらしいです。ぬいぐるみもファンの方からいただきました。ありがとうございました。結構初めましての方がやっぱり多くて、若い方もめちゃくちゃ多くて、ツーショットとかでめっちゃその一枚を大切にしてニコニコして帰ってくれた方もいたし、うん、嬉しかったなと思いました。あとはここは埼玉なのに群馬の人が多かったです。群馬が近いらしいです。それも知らなかった。みんなから聞いて初めて知った情報が結構あって、みんなから学ばせてもらってます。これからもまたイベントよろしくお願いします。バイバイ。